退させてもらい、強いフォークソーを取り戻せるようになってきます。勝ちたいというのは一番強いので、その勝ちを左右するような場面で、ね、しっかり、弱らしい仕事ができるように、やりたいと思います。僕はずっと現役時代に言われてきたベテラン選手、中心選手のテーマになるので、一日の仕事は終わりないですし、まだまだ自分はこれからもっとできると思ってますので、しっかり自分のものを出していきたいと思います。グラウンドに立ち続けたいので、そのためには結果を出さないといけないですし、しっかりやりたいなと思います。本当に優勝したいと思いますし、会長になったっていうのもあるんですけど、先頭として引っ張っていきたいなと。まだまだ負けるつもりはないし、今年も負担を探したいと思うので、しっかりと伝えていきたいなと思います。先輩になるぞ、勝ちも負けも正義を得るようにとしていきたいと思いますし、その中で2人が入れる今日はもう、パリオリンピックの勝利です。それ以外ないんで、続きまして、スターティングメンバーの入場です。
選手監督に拍手をお送りください。